単線は中世の日本における税の一種。人時2年に鎌倉幕府が課した例が所出と言われる。国家的行事や寺社の造営など、臨時の支出が必要な時に地域を限定し、臨時に課する。洗脳が原則で、他派対単あたり何分という形で課せられる。大多分に記載されている公電の数量に応じて、課税する単線を公電単線と呼ぶ。 一方、都市では、地高線と呼ばれる税が課された。地高線は、土地の公共を標準にして、それを利用する人に付加したものである。室町時代になるとたびたび課せられるようになり、次第に、向上的税に変貌する。単線が付加された国には、幕府から奉行が派遣されて、徴収に当たるのが原則であるが、守護に代行させて徴収させる場合もある。ただし、 武行や守護による徴収の場合、実際には彼らが算定した不可学に上乗せをした金額を徴収して差額を得る場合もある。そのため、公家や寺院、奉公衆、武行衆などの室町幕府官僚集団などは、単戦免除や京都の幕府総武行への直接納付の特権を幕府から得た。また、守護や省縁領収なども私、 単線と呼ばれる私的な単線を徴収するようになる。各領主は単線帳を作成し、領内で付加する単線の基礎資料や記録とした。後に私単線は守護大名、戦国大名による領主的な付加へと転換していくことになる。ありがとうございます。